この出前講座は、三重県内の食関連産業の人材育成に取り組む三重食の人材育成プラットフォームの一環で開かれたものです。四日市農芸高校でジャムなどの加工食品の製造を通して食の安全安心について学んでいる食品科学科2年生のもとを訪れたのは、桑名市に本社を置く総合食品メーカー山森で働く社員です。桑名工場の本田沙耶さんは四日市農芸の卒業生で、食品工場ならではの品質管理の重要性ややりがいを伝えたほか、生徒からの質問にも自身の経験をもとに具体的に答えていました。食品の製造だけではなくて、その検品とか、あと機械類をちゃんと導入して、それのコンピュータのプログラムをしなきゃいけなかったりとか、意外といろんなことをやっているんだなってのを感じました。この学校に入った理由が、食品でたくさんの人に笑顔を届けたいっていう理由だったので、なんかもっとより意欲が湧きましたね。